たちが食事を終えてしばらく経った後、まさか。行くよ。 This a clam? What? いきなり? Are you kidding me? There's no like... I don't know, maybe a reminder maybe? And it just appeared out of nowhere? What the?おそらくこれで一通りのカラントは借り終えたけど、これからどうする？まだもう少しルーリットを見ていくかい、アリス？いいえ、もう大丈夫です。魔獣を倒しカラントを切ることができましたし、北の洞窟も見に行くつもりでしたが、もう時間もないことです。それによく分かりましたから。アリス、そうなのかい？じゃあ戻ってみんなと合流しようか。あ、危ないよ。ユージョ、大丈夫か？僕は大丈夫だけど。あれ、どうしたんだ？財布がない。さっきまで持ってたのに。僕落としたのかな。あ、いや、確実にスリにあったんだろう。あ、そんなのありえないか。禁忌目録で窃盗は禁じられている。ですのでそんなことが可能だとは信じられません。それに1日以内に財布を持ち主に返せば禁忌目録違反にはならないよ。そうだよな。でもともかくあいつ追ってみようぜ。なんだお前ら。いや、それはこっちのセリフだ。何の話だ。ほら、ユージは。僕の財布を返してほしいんだ。財布なんて知らない。1日以内に返せば禁忌目録違反にはなりません。禁忌目録？一体何のことだ。まさか禁忌目録を知らない。兄ちゃんどうしたの？心配したよ、全然帰ってこないんだもん。お前ら隠れてろ。禁忌目録の存在を知らない、それってもしかしてベクタの迷子？なあ、その可能性が高いな。あのね、僕たち危害を加えるつもりはないんだ。でも事情を聞いてもいいか？もし困ってるなら手助けするから、こいつに財布を返してやってくれ。兄ちゃん、この人たち悪い人じゃなさそうだよ。話聞いてくれるみたいだし。わかった。なるほど、やっぱり突然この世界に来たベクタの迷子だったってわけか。それで村や町に助けを求めずにみんなで身を寄せ合って生きていたと。でも泥棒はダメだろ。そうです、盗みはよくありません。いくら法を知らないとしても。悪い、仕事もしようがないし、この世界でどう生きていけばいいかわからなくて。どうする、アリス？ここからはルーリットの村が近いけど、そこで保護してもらうか？ええ、そうですね。村で適性に合った天職を割り当ててもらうことができればいいと思います。確かに自分に合った仕事をしながら過ごしてもらうのが一番だよね。自分に合った仕事？はい、あなた方さえ良ければ村で何か仕事をしながら生活してもらおうと思うのですが、あなた方にどのように生きたい、何をしたいという希望はありますか？僕は釣りがしたい、得意なんだ。彼ら冒険者 NPC にははっきりとした記憶のデータがない。だが好みや趣味嗜好といったものはきちんと存在する。不思議な存在だ。一体彼らは何者なのか。
私は力仕事が得意よ。重いものを運んだりする仕事なら任せて。裁縫とか型紙書くとか服作る仕事ってなんかないか。わかりました。みんなそれぞれにしたいことがあるのですね。何にせよガスフトさんに聞いてみないとな。仕事を与えたりできるかどうか。それではキリとユージを手間をかけますが、彼らに天職を与えてくれるようと、いえガスフトツーベルク村長に頼んでくれませんか。私が直接会うと。わかったよ。じゃあガスフトさんに僕たちから頼んでおくね。ありがとうございます。おい、もしかして好きなことやらせてくれるのか。もちろんです。あなた方には自由に生きる権利がありますから。じゃあさ、みんなも一緒に行っていい？みんな？他にも仲間がいるのかい？うん、あと4人ぐらい。みんなにも声をかけてくるね。ああ、一気にルーリットの村が大所帯になりそうだな。仕事してもらうとはいえ養えるのか。さっき村を見た感じだとギガスシダーが倒されたことで前より開墾が進んで村がちょっと豊かになったみたいだし、ちゃんと仕事をしてもらうわけだから受け入れてもらえるんじゃないかな。なるほどな。だったら安心だ。それじゃあみんなで村に戻ろうか。出発だね。行きましょう。よろしく頼む。やっと屋根のあるところで眠れるのね。早く連れてって。キリトにアリス様、ユージを。ようメディナ、ただいま。What brings you here? We should talk about what brings you here? どうしてここに？みんなお前たちを村の中で待っていたが、そろそろではないかと思って様子を見に来た。それに情報収集に向かわせた者がいて、彼の帰りも待っていたんだ。そうですか。その者たちは？ああ、彼らは冒険者です。私たちが保護しました。そうなのですか。彼らほどの数がいればいい戦力になるでしょう。戦力？あなた彼らに接触を行うつもりですか？バレン。まあ落ち着けよアリス。どうやらすっかり私はアリス様からの信頼を失ってしまったようですね。いえ、そういうわけではありませんが。前回は確かにやりすぎてしまいました。しかし今回はきちんと話をしてから冒険者にお願いをします。アリス様、私この村でいろいろと情報を集めて分かったことがあり。彼らにはやりたいことがそれぞれにあります。生きる上で目標にすべきことや好きなことがあるのです。アリス様、あなたのやり方が完全に間違っているとは思いません。しかし話を聞いたところ、彼らは誰一人として戦士になりたいとは言いませんでした。ルーリットの村を守るためには必要なこともあるのではないですか。あなたが接触すれば彼らは従順な戦士、もしくは情報を集める存在になることでしょう。ですが戦うことは彼らの希望ではありません。無理強いをすることにはやはり納得ができない。誰も好き好んで誰かの人形になろうとする者はいないのです。アリス様はやはり現状がお分かりになっていません。どういう意味です？対策本部には現状人手が足りていません。貴族たちは非協力的であり、この衛兵たちはほとんど頼れない。相次ぐ魔獣の発生に対応するにはより多くの人員が必要です。人形、そのように表現されてしまえば確かに反論のしようがありません。しかし事実、私が接触した冒険者たちは
命令に従い魔獣を討伐し情報を集めてくれている。対策本部の役に立っているはずです。命令？あなたが彼らにしているのはお願いではなかったのですか？一体いつから命令になったのです？あ、今回の子供たちの失踪事件を追うのに追加の人員はこれ以上必要ではありません。メディナ殿、彼らに関してはそのままでいさせてくれませんか？救世主様、調査の結果新たな情報をつかめました。なんだ？この先にある村でも子供の行方不明事件が起こっているとのことです。そうか、ありがとう。救世主様のためであるならば当然のことです。新たな情報か。どうするアリス？早急に準備を整え向かいましょう。そうだね。じゃあ僕は冒険者のみんなのことをガスフトさんに伝える。キリトはアスナたちに声をかけて出発準備をしてもらうように伝えてくれる？ああ、わかった。それじゃあ後でね。出発準備を進めた後、夜も遅くなったため俺たちはルーリットの村の近隣で野営することにした。そして出発は翌日と決めて野営場所を探していた時、意外な人物に会う。あれは？どうもです。ヤッホー、キリト。奇遇だな。 Well, well. Ask about what brought them here? リーネルにフィゼル、ディソルバード、ここで何してるんだ？師匠と一緒に魔獣討伐任務をこなしたところだよ。我に下された任務だったのだが、いつの間にか二人がついてきていたのだ。そうなのか。お疲れ様です、デュソルバート殿。Inquire how the apprenticeship is going? 師弟関係はあれからうまくいっているみたいだな。ん？余計な世話だ。ねえねえ、子供の失踪事件ってどうなったの？進展あり？なし？困ってるなら私たちが調査に協力してあげてもいいよ。お前たち何を言っている？早く対策本部に戻るぞ。聞く話によると北帝国はこの衛兵が無能で役に立たず、魔獣の対応も間に合わないとか。討伐の時は私たち役に立つし、子供だから情報調査も怪しまれずにできるよ。人手が増えるのは助かりますが、私たちだけで問題ありませんよ。絶対に役に立つから一緒に行かせてください。 I don't know. Oh, what's how this about to react? ダメだ。ケチンボ。まあ止められてもついていく手段はいくらでもありますけどね。それもそっか。よし。おい、よしとは何だ？何でもありません。失踪事件の調査に行くのは諦めました。では帰りましょう、師匠。アリス殿、すまないが我らが同行してもよいだろうか？足手まといにならぬよう二人は我が見張っておく。ええ、デュソルバート殿がそうおっしゃるならば。もしかしてついていっていいの？事実、北帝国での魔獣発生情報は絶えず、これからも我らは北帝国に滞在する必要がある。重大な事件を追うアリス殿たちと行動を共にしつつ、魔獣を倒していけばカラントコアなるものにたどり着ける可能性がある。そしてお前たちは放っておくと何をするかわからぬからな。長い付き合いだからリネルの言ったことがシャレにならないと思ったんだな。ありがとう、師匠大好き。さすがは私たちの師匠です。信じていました。わざわざ我についてきたのはそれが狙いだったのか？違いますよ。
師匠の武術をこの目で見たかったからです。そうそう、全然不純な動機なんかじゃない。なあまあ頼りになる仲間が増えたってことかな。ええ、一抹の不安は感じますが、デュソルバート殿がいらっしゃいますから。すまぬが、よろしく頼む。そして夜、俺たちは野営をしながら出発準備を整えていた。あ、キリト君、どうしてお菓子ばっかり持ってきちゃうの？遠出の時にお菓子がないと寂しいだろ。遠足じゃないんだから、ほんとしょうがないわね。はい、みんな、メンテする武器があるなら早めに行ってね。あ、じゃあ私のもいいですか？もちろんよ、そこに置いて。ありがとうございます。やっぱりリズは頼りになるな。ふふん、今や細工も学ぶ私には怖いものなしよ。どんな武器でも任せなさい。アスナさん、新生術のことでちょっと教えてもらいたいことがあるんですけど、いいですか？大丈夫だよ。どうしたの？救世主様のお役に立てて毎日充実しています。本当にありがとうございます。救世主様のためにも早くこの事件を解決しなくちゃ。救世主様、次の指示は何ですか？今日はゆっくり休んで明日に備えてほしい。それからしばらく私を一人にしてくれ。はい、救世主様。メディナ、どこに行く気だ？ねえ、どうしたんだ？アリスがどこに行ったか知らない？私たちこの近くに設営した天幕で寝るつもりなんだけど。というか、なんであんたは男子天幕の近くじゃなくてしれっと女の園にいるわけ？いや、これはアスナに俺の荷物がちゃんとしてるか確認するためだって言われて。まあ、こうして女の子に囲まれてるのがあんたらしいといえばあんたらしいけど、なんなら気づかれないよう女子天幕に混ざって寝ちゃう気だったりして。そんなわけないだろう。キリト君、何話してるの？いや、アリスいないから探してくれ。ごまかしたわね。それじゃ。キリト君？とはいえなかなか見つからないな。アリスどこにいるんだろう。でもメディナも少し様子がおかしかった。どちらも気になるけど、でも今は。あの、ルフォラレス、ルフォメディナ。Why not? 確かメディナはここに。よ、メディナ。キリト、どうしたんだよ、一人で素振りなんかして。どうしたも何も、己を鍛えているだけだ。見ればわかるだろう。いや、そうだけどさ、なんか最近様子がおかしいから心配だったというか、なんというか。またお前の妙なおせっかいか。いい加減飽きたぞ。飽きるってなんだよ。この声は猫。おお、よしよし、ここに迷い込んできたのかにゃ。いきなり態度変わったな。首輪をしている。ということは飼い猫か。よし、小魚をやろう。なんで小魚持ち歩いてるんだよ。うんうん、いいかいいか。You must read like cats. Yeah. 全くメディナは変わってないな。相変わらず猫の前じゃ優しくなる。キリトも食べたいのか？いや、それ猫用のおやつだろ。私にとってお前は猫みたいなものだから。
俺が猫？ああ、人懐っこくて面倒見がいいのに、なぜか人との間に距離がある。それが猫みたいだと感じるよ。確かに言われてみれば距離は取る方かもな。キリト、アリス様は私のことを信頼していないのか？アリスが？ああ、冒険者のことか。メディナを信頼していないというわけじゃないよ。ただ冒険者に関しては意見が違うだけだと思う。そうか。良かれと思ってやったことだった。ああ、それに私は何があろうと武功を立て汚名を注がなければならない。そのためには私が筆頭に立ち手柄を立てなければならないんだ。もっと役に立たないと。冒険者たちに命令をしてしまっているとしても、私は武功を立てることを諦めるわけにはいかない。オルティナノスケのために。ああ。じゃあメディナは？家どうこうじゃなくて、メディナ自身はどうしたいんだ？私はメディナ・オルティナノスだ。オルティナノスケの名誉を取り戻すことが私の目的。オルティナノスケは代々氷教会に仕えていた。そしていずれは人々を導き人界を守ると言われていたのだ。だからこそ私は人々を導き民を守る。腐敗した貴族が当てにならない以上、私がやるほかない。たとえどんな手段を使っても。そうか。キリト、お前は私をどう思っている？大事な友達だ。だからもしメディナに何かあればいつでも力になる。一人で何でもかんでも抱え込むのは良くないと思うぜ。そうか。ああ。おい、どこ行くんだ？お前のせいで気が散った。また静かな場所を探す。俺のせいかよ。なんだか考えている様子だったけど、もう一度追うのはよした方がいいか。そうだ、アリスのことも探さないと。でもどこにいるんだろう。あ、昼間俺たちが昔氷を取りに行った洞窟が気になると言ってたな。結局一緒に行けなかったけど、もしかして行ってみるか。So yeah, this is a long conversation. Well, two videos, one a lot of converse and one is a bit of adventure. So yeah, I'm going to end this here. So I'm sorry if the second video, this video is much more like a conversation than an adventure, because well, this is a story, you know. So yeah, I hope you guys enjoyed. And I see you guys again. I don't know when, maybe next week. And don't forget to subscribe and comment down below and maybe thumbs up. Yeah, goodbye.